こんにちは。ヒデオワールド、ヒデオワールド、ヒデオワールドです。この動画を再生いただき、本当にありがとうございます。ということで、タイトルの通りなんですけど、じゃん。はい。デオコデオドラントですね。はい。ロールオンタイプ、30ml。はい。こちらを約3ヶ月間使ってみた感想という動画でございます。少しでも参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。ということで、僕はこれ、Amazon で4月の22日に、買いました。届きました。で、827円で、買いました。はい、今だって800円とか、ちょっと若干値段変わるっぽいんで、場所とかにも、買う場所とかにもよると思うんですけど、まあ約800円ほどでございます。はい。で、4月の22日から使って、この動画を撮ってるね、この日が今7月の27日でございます。オリンピック期間中でございます。約3ヶ月ですね。3ヶ月と数日ぐらい経過して、で、今回はもうこれ使い切ってしまったんですよ。はい。もうほぼね、なんだろう、もうないんですね。もう一応こう、なんか若干使えるかなみたいな感じなんですけど、もうほぼカラッカラなんですね。はい。で、使い切ったんで、今回こういう動画を撮ってます。はい。で、早速結論なんですけど、まずほのかに香りがします。はい。まさにレビュー通りで、JK の香りがするかどうかって言われると、わかんないですね、みたいなね。だけど、まあ確かにこう、若い感じ、いい香りではある。はい。で、このミニマルデザインがいいよね、とか。はい。匂いの持続性とかも、まあある程度あっていいんじゃないでしょうか、とか。場所問わず使えるだとか。あとなんかあるかな。 とりあえず万人受けというか、自分もそうだし、相手にも害を与えない香りかなと思いました。はい。まあ、レビューというか、まとめというか、まず、要するに、総括すると、トータル的にほのかにいい香りがするので、これは結構おすすめアイテムですっていう動画です。はい。もうこれ結論でした。はい。あとはここからちょっとつらつら深掘り的な軽くするんですけれど、まずこれミニマルなデザインというか、30ml なので、そう、30ml、そう、ちっちゃいんですよ。そう、ちっちゃいがゆえに、まあ、そのね、使用量、使える量が少なくなってはしまうんですけど、場所を取らないので、ポッケだとか、ちょっとちっちゃいバッグだって入れたりだとかっていう部分においては、めちゃめちゃ楽です。はい。こうでっかいスプレーでとかさ、なんかアルミ缶でとかじゃなくて、しかもこれプラスチックとかな、かな、なので、結構その廃棄、最後捨てる時とかも楽だったりします。これいいよね。いいっすよね。はい。っていう感じでございます。はい。あと、まあ、この柄とかもシンプルでいいよね。なんか清潔感あるというか、なんか可愛らしいというか、っていうのはいいと思います。で、量が、そのね、量的、これ 30ml なんで、若干その3ヶ月間っていう目で、僕もね、こうやって今振り返りながら動画を撮ってるんですけど、って考えると結構使えたなと思う。3ヶ月間使えたんだね。ただこれって使う頻度、人によるんですよ。頻度、使う人。そう、朝僕が使って、で、昼頃に帰ってきたりとかするので、で、若干匂いがするんですよ、まだ。っていう、匂いで、このデオドラントのね、デオコのっていう考えると、結構持続性いいのかなと思います。そう考えると、朝と昼と。で、使えば、多分夜ぐらいまで、お風呂入るぐらいまでは持続できるので、はい。そんな感じですね。たまにそういう日もあったりとかして、朝使って、昼間も使ってみたいな、感じでございます。だから、匂いの持続性としては悪くないんじゃないでしょうか。しかも、ほのかに香るっていうのがポイントなんですよ。そう。制汗剤とかの、パシャーってなって、あ、なんか、ね、中学校のプール終わった後の、なんか、更衣室の匂いだ、教室の匂いだっていう、ああいう感じじゃなくて、本当にほのかに香るから、そう。ちょっとこれから、今からなんか、人に会うってなった時、パパパってつけて使えるっていうのはいいかなって思いました。はい。やっぱりこれの、ロールオンタイプのいいところってさ、場所を取らないところですよね。はい。この、要するに、こういう感じで。そう、スプレーじゃないから、目の前にご飯があったとしても、自分ね、目の前にハンバーガーとかあったとしても、パパッ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 ってつけておしまいだから、結構それもいいですよね。トイレとかでパパパパって使えたりとかして。そう、スプレーだと匂いがこうふわーって拡散しちゃうから、ちょっとね、状況によってはもしかしたらこういう方が楽かもしれません。はい。で、お値段的にね、これ827円なんで、ちょっとね、高いかなって思いました。そう、他のさ、そういう塗るやつとかって600円、500円、まあ安いのもっとあると思うんですけど、なので、って考えるとちょっと高いかなって思いました。で、それと同時にボディーソープとかも、これ調べたらあるんですね。このデオコブランドでボディーソープとか、シャンプーとか、いろいろあるっぽくて、それもやっぱりね、若干ちょっと高いかなって思います。ただ、ここが高いかなって終わらすだけでなく、ある意味、匂い、香り、雰囲気作りっていう 部分においては、いい投資かなって思いました。だからそれを買うことによって、このね、デオコを買うことによって、ある意味、自分もそうだし、相手にも、こう、香り、匂い、その場の、こう、なんか、雰囲気、香りが、こう、充満してるところの、ああいった意味では、
あ、全然ありだなと。その出をこう変えば解決するんじゃねって思いました。僕もね、かれこれね、これ使ってなくても、デオドラントなくても、なんかあんまり匂いがしないみたいな 言っていただけることが多かったりとか、結構嗅がれたりとかして、これなんでいい香りするのみたいに言われたりとかして、なんかすごいありがたいんですよ。それは嘘だったらドンマイって感じなんですけどね。実は嘘でしたみたいなね 言われたらドンマイなんですけど、ただ、そう、そういう意味で、プラスアルファ使うっていう考え方をすると、これありなんじゃねって思ってます。そう、要するに、匂いはしなくても、匂いをほのかに、カモフラージュというか、こう出すことができたりだとか。で、あとこれも、なんか、ちゃんと、その、なんだろう、薬用デオドラント的な感じなんで、匂いを抑えたりとかするので、もしかしたら、他の制汗剤とかで匂いがちょっとしんどい人とかだったら、これ使ってみるのもありなんじゃないのかなと、思いました。はい。そんな感じですかね。ちょっとパパパーとレビューしちゃったんですけど。なので、トータル的にね、本当にほのかに甘い香りがして、僕はね、これ好きです。はい。とってもいいなって思いました。なんか場所を問わず使えて、そう、万人受けと言いますか、そう、って思いました。以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。概要欄にリンク貼っておいて、気になる方チェックしてみてください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ヒデオワールドでした。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。